このプロ野球選手は一体誰でしょう。あいつらか。あ、来た来た来た。フォークピッチャーか。うわあ、怒って。はい、そこまで。この投げ方誰やったっけ。その怒ったシーンも有名ですか。怒ったシーンがこの選手の有名なシーンです。あ、愛大吾、西尾さん。違います。違います。西尾さん。これ押しようがない。あ、そうか、昔の野球選手。昔のやもんな。そんなに昔でもないかもしれない。投げ方的にはあの辺なんやけど。怒った。怒ったのが、ある外国人のバッターの選手とが、もうトークやん。めちゃくちゃ近くれ。違う違う違う、携帯模写でやってくれよ。もう当てて欲しすぎて。はい、もうダメですよ、あと5秒ぐらいで。はい、はい、もう一回だけ。この投げ方知ってんの。ここね。球団、球団。ジャイアンツ。クイズじゃない。はい、もうラスト1人。ラスト1人だよ。じゃああれやんな、はい、巨人で、あの投げ方ね。イリキ。あ、どうだ。正解です。答えはイリキ優作投手でした。これどういうシーンなんですか。イリキ、あ、イリキがアリアスっていう外国人選手にとんでもない暴投を投げた時に逆ギレしたシーン。信じられんぐらい威力が悪いのに。どうして信じられんぐらい威力が悪いのに。アリアスがポッと来たら。面白いシーンですね。ありました。チャンピオンズ野球も詳しいんですね。あ、僕あの甲子園あのベスト4まで、はい、長崎日大というところで、レギュラー。あの一応ベンチであの18人の中に選ばれました。マジで、はい。でポジションどこでしたっけ。あの第4キャッチャーです。強っ。ベンチの中に4人キャッチャーいた。強っ。多分4人もいらんで、キャッチャー。あのピッチャーが3人しかいなかったんで、僕何もすることなかったんで。強っ。第4キャッチャー。第4キャッチャーで。現在の点数はご覧の通り。大吾、このまま逃げ切ることはできるのか。さあ行きましょう。ちょっとだけ、まあ言うよ、まあリードしてるし、与えるんなら激しぼりもいいね。激しぼり、はい、激しぼりお願いします。VTR 問題です。これは誰でしょう。何回言ってもいいですからね。漫才師か。あー、分かった。アイダイゴ。意外ときっちりした服着てたもんな、斉藤さん。斉藤さん。違います。さあどうぞ。はい、あんなハゲてねえか。何回言ってもいいですからね。さあ鶴崎さんもハゲてる芸人を言えば、はい、覚えてね。アイダイゴ。ギャロップ林。はい、正解です。答えはギャロップ林さんでした。ここでギャロップ林です。そう、やっぱあの頭のな、ほんまあのちょんと出たところでね。はい、ザ・セカンド優勝。ザ・セカンドとかは見ました。あ、見ました見ました見ました。あ、だったらチャンスあるはず。あったな。いや、あったわ。いけたな。だってさっき間違えてたし。あ、さっき名前出てきたからもう出ないと思ったんだ。いや、忘れてフラットな気持ち見ちゃった。なるほど。そういうとこ気をつけた方がいいです。今後もね、クイズで。さあ行きましょう。サンクチャリー。あ、友達。うん、集合写真。友達行こうか。友達いきますか。はい、VTR 問題です。今からある人物の私服をお見せします。誰の私服かお答えください。また私服。こんなタイプわし友達おるかな。はい、第5。あれベンツがヒントか。もうちょっと顔出てるやん。え、何これ。これわしの友達で口だけ、口が出てますよ。だって口元はリリー。違う。誰。さあ鶴崎さん、人の顔覚えるの。友達です。大吾の友達。あ、え。
わかんないわかんない。え？この人わかんない。ちょっとちょっと見てくださいよ。わかんない？よく見たらわかりますよ。いや東大王も出てるでしょ。え？あ、吉村さん。正解です。答えは平成の武士と武士、吉村さんでした。メガネずれてたから分かんなかった。あ、なるほどね。そうか、このタイプな革靴のあのズボンタイプのわしの釣り吉村しかおらんわ。そうなんですよ。ほんまや、あれでくるぶし出してくれてたら完全に吉村さんやってくるな。そうなんですよ。面白い。やばい、友達で取られるとは。友達で取られたらもう分かんで。友達取られた感じやな。すまん吉村、分かんで。さあボーっとやるしかないですね。いいね、いいね、面白いですね。さあ行きましょう。船券の購入問題です。このマークシートで購入できる船券をフリップにお書きください。はい、さっきのね。あ、間違えた、これじゃないよ。いやでも買ったことないと分かんないと思います。分かんないっすね、うん、すよ。はい、大悟見たよ。また間違えて、なんで1、なんでわし1音を1にって書いてる。なんちょっと何してる。いろいろ違うんですよ。はい、ポ、はい、よし正解です。答えは1号の2連服を200円取り消した。取り消してるから。取り消してる。さっきお前がやった。おもろ。すごい。すごい。取り消し見てたんですか。ね、だから最初2連単1音100円とか言ったら、うん、取り消してるってなって。すごい。素晴らしい。もうまんまとバカやから買ってんすよ。すごい。わしボート全部取られた。絶対勝てないんや、わしはボートで。そうそうそう。さあラスト問題です。さあ行きましょう。よし、全部いける。あとはこれは鶴崎さん。いやもうね、ボートなくなっちゃったんだよな。そうですよね。まだ WBC か三口ありだけどな、うん、どれでも。お、 WBC にしましょう。チャンスの時間。フルで見られるのはアベマだけらしいね。プレミア会な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。